考えたら最後の道の駅にまだ訪問してないので、その訪問が終わったら4日目5日目まとめ全部やります。ということで続きまして、道の駅3内お食事の時間です。ただいまの時刻21時12分、無事到着しました。いただきます。道の駅巡りの旅、岩手県編最後の飯、これまあいいじゃん、地元のスーパーで買ってんだから。うん、遠野のゴールデンビルスナー、ツナモビールって書いてある。お、ちゃんとホップは遠野さん。いただきます。やっぱうまいね。岩手県住田町、鶏ハラミのアヒージョ、住田町の特産品鶏ハラミ。一個炊飯しても取れなかった。でーん、ニンニクピリ辛ネギ塩、ここはネギ塩辛でしょ。住田を味わってけらせ。鶏ハラミは自然豊かな土地で飼育された鶏の希少部位。よいしょ。湯煎おすすめって書いてある。まあいいや、食べてみよう。いただきます。うん、美味しくないわけがないよねこれ。あービールうまい。サウナでがっつり水分抜いてきたから。うん、ご飯と鶏肉、いやー最高だ。一口になり、おいしいおいしい、いい感じだよ。揚げも、納豆は食べちゃうんだよね基本的に。食べれるときは俺毎日食べてますね。うまい。これ明日に残して、これでごちそうさまでいいかな。ベルプラス惣菜おいしい。一本おしまい。海苔天わさび味、わさびの香りとツーンとする辛み、国内産わさびの一種、サクサク食感、冷やかしならやめときな。怖、あの福島の道の駅の時みたくハバネロポテトチップスみたいな事件起きないよね。どうすっかね。ほどほど今満腹ですね。明日あれもあるんだよな、奈良方面。明日どうすっかな。明日朝起きたらもうゴールだ。まあでも時間はもう9時43分だからもうやめとこう。これは残そう。でちょっとお片付けして、次のビールを開けながらこれを食べます。じゃあちょっとお片付けタイム、後ほど。片付け完了したんですけど忘れてた。ただこれラッキーなのが、両方ともここにあの密閉用のチャックがついてるんで、両方手つけることはできます。そして2本目、いつかホップ畑で会いましょう、ズモナビア。とりあえず遠野さんのホップのビールを飲みたくて、2本目いただきます。また味が違うのこれ。よりホップホップして、苦味をさっきのやつより感じるぞ。大麦麦芽が、さっきのがドイツ製造だけしか書いてなかったのが、今回はドイツ製造イギリス製造になってるから。そういうことか。なんか違うんだな。ドラゴン麺風味ポテトスティック。あ、もう開けて思ったんだけど、ドラゴン麺食ったことないのにドラゴン麺の風味もクソもないよね。まあいいや。ドラゴン麺ってこんな味なんだっていうのを踏まえて、ドラゴン麺を食べてみよう明日ね。で続きまして、海苔天わさび味。おお、もう口に入れた瞬間わさびで、でも美味しい。うん、よし、とりあえず一旦これでお食事の会は終了となります。おはようございます。9時になりました。あいにくの天気と強風と寒いのでストーブつけてます。で今外の気温が11度、中が18度、だいぶ温まってきたな。寒かったよ。本日の最高気温は14度までしかこの辺りは上がらないみたいです。寒いね。今どの辺にいるかっていうとこんな感じで、昨日あのまとめやってないじゃんって思われると思うんですけど、よく考えたら最後の道の駅にまだ訪問してないので、その訪問が終わったら4日目5日目全部やります。ちょっと車の中で暖を取って温まってからお店に行ってきます。5日目スタートです。
だいぶ部屋の中が温まったので、昨日買った道の駅シワで買ったブドウジュースでも飲んでみましょう。なんかクーラーボックスの中でグリグリやってたら、こんなラベルがグリグリになっちゃった。安倍さんの山ぶどうジュースか。シワ町赤沢さん、生産者によって味が違うっていう山ぶどうジュース。よし、いただきます。おー、濃い。これが自然な色だっていうのがすごいね。この紫、甘くなくていいかも。ぶどうジュースっていうのはすごい甘いイメージがするけど、甘いよ。甘いんだけどちょっと酸味があって、酸味っていうのはスパッて感じるほどの酸味でもなくて、あ、ぶどうだよねって。ごちそうさまでした。そろそろ道の駅行ってみますか。ないんだ。道の駅紀州エグキテッケだ。よく来てくれたってことかな。あ、美味しそう。肉まんとか熊カレー。熊の肉使ってるの。本当だ、熊の肉使ってる。ちょっと行ってきます。寒いからホットコーヒー買ってきた。車行きましょう。岩手県道の駅巡りの旅4日目5日目まとめのコーナー。まず5月の20日スタートが道の駅やまびこ館。道の駅やまびこ館でドラゴン麺とドラゴン麺風味ポテトで、次行ったのが道の駅久坂井高原。めっちゃ美味しかったフライドポテトを食べて、ガソリンを給油して道の駅シワで、今朝方飲んだ山ぶどうジュースで、次に道の駅早知根。ここにある早知根さんを見れず、この道の駅早知根からちょっと先進んでるのは神社の鳥居だけ拝んできた。で、石鳥屋でお昼食べようと思ったんだけど、レストランが混んでたのでお酒も今クーラーボックスに入ってます。で、道の駅石鳥屋で一昨日道の駅雫石アデッコで買ったトマト麺を道の駅石鳥屋の駐車場で車中飯して食べました。で、次に行ったのが花巻東高校。ちょっとかすって花巻南西南西って。次行ったのが、そう、高和だ。ここで温泉があることを再確認して、次に向かったのが宮森メガネ橋を見て、で、次が道の駅東和風の丘。東野さんのコップを使ったビールを2本と提灯マグネット、東野もつけてます。で、あと海苔天わさび、これを買いましたと。で、こっから南にぐるんと道の駅種山ヶ原で、住田の姉さんが鶏肉らしいんで鶏ハラミのアヒージョで、道の駅種山ヶ原の時点で残すところがあと1箇所、ここ道の駅紀州湖だったんですけど、もう間に合わないっていうので一旦東和に戻って晩御飯の食材を買い入れて、その足で道の駅に併設されている東和温泉700円、源泉かけ流し、炭酸泉、露天風呂、サウナあり、水風呂あり、ほぼ完璧な温泉だよね。これ以上何を求めたらいいんだろう。で、ここで車中泊しようと思ったんですけども、紀州湖まで昨日のうちに移動してました。で、今朝まで待って紀州湖で、和賀で有名なドブログ、久しぶりだね。西和賀産業公社、これちょっと飲んでみましょう。とキャロライナリーパー使用月季カレーせんべい。鬼剣梅も火を吹く辛さ。鬼剣梅は岩手の伝統芸能だ。なんかこういう企画もんって地のものじゃねえんじゃねえのと思うかもしれないですけど、このサンタランド株式会社さんっていうのが和賀郡西和賀町地元の会社さんなんで、これでフィニッシュとっていうのが4日目5日目のまとめになります。じゃあ移動モードに。道の駅紀州湖ありがとうございます。岩手県の道の駅全36箇所制覇でございます。総走行距離970キロになりました。そして広がった、やっぱり広がった。なんかここまで来ると何かしらやらせでもいいから、どっかでトラブって30キロぐらいプラスできなかったのかなって、切りよく1000キロにできなかったのかなって思うけど、まあそれは結果論で、最初から970キロになるって分かってたら30キロぐらいどっかで水増ししますよ。あ、道間違ったとか、あそこの道の駅回り忘れたとか言って、まあ結論970キロ。まあ、岩手県の道の駅を全部ロスなくと言いたいところなんですけど、若干のロスありで回ると970キロ。まあ真似する方はほとんどいないと思うんですけど、以上岩手県の道の駅全部巡るシリーズ完了でございます。
ここまで全部見ていただいた方、本当にご視聴ありがとうございます。続きまして秋田県の道の駅巡りに入っていきます。今ずっと考えてたんですよ。何をって、今道の駅紀州湖にいるじゃないですか。これ昨日ほら石取屋だっけでもらった旅案内なんですけど、さっきパラパラパラっと見てて、で今紀州湖にいるじゃないですか。飽きた、いけんじゃねって。つうことで続きまして道の駅山内、秋田県の道の駅巡りにこのまま入っていきたいと思います。いってらっしゃい、出発。おー、到着です。道の駅はこちらです。道の駅行きなさい。海の沿いの日本の海だよ。道の駅はあっちです。ヘブンズドア、熊井だ、熊井だ、熊井。こんなこと言ってたら本当に熊出んだからね。山菜採り中の60代女性が熊に襲われ怪我をしております。で、俺これから向かうとこじゃね。熊ガッツポーズしてる。よし、いいから早く中入れってな。